宇宙軍を娘ににしたたらら奥さんめめちゃめちゃゃ怒られましたガンダムがミノフスキーリウシっていう最適だと思うザクしか出すつもりなかったらしいんですよあの人は俺たちは原作のついてないロボットアニメを見るんだ、うん、宮崎さんってすごい変な人で知ってます <laughs> 1993年9月号いや、うん、民間機を全部大阪に回せって南雲さんをこういうふうに用意してきましたかパトトレーバーがリアアルロボットアニメを終わらせた